はい、どうもこんにちは、ザワです。もう8月も入って秋がね近づいてきてるなっていう感じがするんですけど、やっぱり外はまだまだ暑いということで、前にですねこんな感じで熱中症対策のグッズっていうのを紹介したんですけど、まだまだ熱中症には気をつけなきゃいけないなと思います。今回はそんな暑い日に着るべきディズニーの T シャツっていうのにフォーカスしてちょっと紹介していこうかなと思いますので、よければ最後まで見てください。で、僕のチャンネルではこんな風に季節ごとの持ち物だったりとか、ディズニーを少しでも楽しめるためのコツっていうのを配信していますので、よければチャンネル登録してください。ではやっていきましょう。じゃあなんで今回 T シャツなんだっていうところからお話しすると、つい最近ですね、服の色を選ぶだけで熱中症対策になるっていう論文が発表されました。概要欄に、ね、載せておくのでぜひ見ていただければなと思うんですけど、いろんなね色があります。で、その論文の中では9色の色を使って実験をされています。で、その色っていうのが赤、白、青、深緑、グレー、黒、紫、黄色、緑のその9色の色の異なる T シャツを5分間日光に当てた時の表面温度、その T シャツの温度ですねをサーモカメラで撮影して、まあどのぐらい温度が上がるかっていうのをやった実験なんですけど、皆さん何色が一番温度が高くなくて、何色が一番温度が高かったと思いますか？ 3、2、1。 はい、多分ね皆さん大体の方が一番温度が上がらなかったのが白で、一番温度が上がったのが黒っていう風に予想したかなと思うんですけど、正解でございます。夏場にね白を着るのがいいとか、黒は熱を吸収するからあんまり良くないっていうのは結構皆さん聞いたことあるかなと思うんですけど、じゃあ2番目に温度が上がらなかった色は何色だと思いますか？ 3、2、1。 はい、これはですね黄色になります。黄色っていうのはねなかなか聞いたことないなと思ったので、僕的にはおーそうなんだっていう、結構ねなるほどなみたいな感じだったんですけど、じゃあ逆にね黒の次に着ちゃいけない色何色だと思うでしょう？ 3、2、1。 はい、これはですね緑なんですね。まあ実際言うと今回の給食だと深緑が一番なんですけど、まあ緑もね温度が上がってしまったという結果になっておりました。で、風がほとんどない状態で30度、気温がね30度の時に5分間当てた時、黒とか深緑っていうのは表面の温度がね50度までね上がったっていう記録もあるみたいなので、そういう色は避けて着ていった方がいいでしょうということでした。なので今回ですね、ディズニーリゾートに売っている T シャツでこれいいんじゃないかなと思ったものを3つ紹介させていただきます。逆にこれは着ない方がいいなっていう T シャツも3つ紹介させていただくので、ここから先もね見ていただけると嬉しいです。じゃあ早速紹介していきたいと思います。じゃあまずですね、着た方がいいベスト3から発表していきましょう。じゃあまずベスト3ですね。第3位の T シャツはこちらです。じゃん、美女と野獣に出てくるガストンの T シャツですね。はい、あれさっき黄色って言ってたのにこれ赤じゃないっていうところなんですけど、さっきの実験結果の中でですね、黄色の次に温度が上がらなかったシャツっていうのが赤色なんですね。なので赤色のシャツっていうのは熱中症対策の中でもすごくいい色なのかなと思います。なので今ね新エリアとかでオープンしたばっかりね、なかなか話題性のあるシャツということで、今回ねガストン選ばせていただきました。次第2位ですね。はい、第2位はこちら、プーさんの総柄のシャツですね。これはもう黄色だからねめちゃめちゃいいかなと思うので、ぜひ着てみてください。では第1位、僕がおすすめする第1位ですね。第1位はこちら、これもね最近発売したディズニーリゾートのなんかパークフードとかねアトラクションとかいろいろ書いてあるアロハシャツですね。こちらがすごくいいと思います。で、アロハシャツっていうのは僕も今着てるんですけど、このアロハシャツね、ディズニーのやつってレーヨンって言われる生地が 100% 使われてます。で、レーヨンっていうのはどういうものかっていうと、触った時にねちょっとひんやりするような生地だったりとか、吸湿性がしっかりあるので汗かいてもそれを蒸発してくれるっていう効果がレーヨンには高いので、まあ、アロハシャツっていうのはそもそもそういうものでね涼しく着れるよっていうものなので、アロハシャツプラス白色のものを選んだら、これがねアロハシャツがすごく一番いいというふうに僕的には感じたので、ぜひね見かけたら着てみてください。ちなみに僕たちもね買いました。これは、はい、すごく着心地が良くてね気持ちいいんですよね。アロハシャツすごくおすすめでございます。じゃあ逆にこれ着ない方がいいなと思うディズニー T シャツバースト3かな、紹介していきたいと思います。結構あるんですよ。第3位はこちら、じゃん。これはね、これもね比較的新しく出たのかな、東京ディズニーリゾートの
紺色なのかな、ちょっとブルーっぽいようなシャツになります。さっき黒と緑って言ったんですけど、その次3番目ぐらいに温度が高くなってしまった、これもね30度ぐらいの気温の時に5分間置いた時にはもう40度以上にね上がったっていう結果が出てたのが青色ですね。なのでこういう紺系とか青色系はなるべく避けた方がいいと思います。では第2位ですね。第2位がこちら。はい、ヒーさんに怒られそうなんですけど、グーフィーの T シャツ、まあ、この理由はね色がもう緑なので、まあ着たい方はね着た方がいいと思いますけど、熱中症対策って考えた時には、まあ、緑色はあまりおすすめしないかなと思います。では第1位はこちら。着てんだけどね、今ね着てるんですけど、このティガーのアロハシャツですね。なんでこれ1位にしたかっていうと、今ディズニーの T シャツね、まあアプリでちょっと見たんですけど、買えるものが黒がめちゃめちゃ多いで、黒めちゃめちゃ多いんだけど、なんかあんまり値段が結構高いとか、そもそもそんなに買わないだろうなみたいなで、結構みんな手出しやすいのがこれかなと思って、でアロハシャツっていう点ではすごくいいので、他のよりももしかしたら涼しくね着れるかなと思うんですけど、やっぱり黒ってめちゃめちゃ暑くて、太陽の下で着るには結構熱をやっぱり帯びてしまう、それこそ実験でも50度だったりっていう風になってたと思うので、同じねアロハシャツを着るのであれば1位のこの白い方を着た方がいいと思って、ちょっと比較としてねこれを最下位にしました。黒い T シャツっていうのは基本的に夏は着ない方がいいと思いますので、ぜひねその点を含め参考にしていただけたらなと思います。はい、ということでまとめになりますが、やっぱりね白とか黒っていうのは夏場に着た方がいいよとか着ない方がいいよっていうのはよく聞くかなと思うんですけど、黄色だったりとか緑だったりっていうのはあまり聞きなじみがないかなと思います。でなんで色によってこう違うのかっていうと、やっぱり日光の反射率の問題なんですね。白だったりとか黄色っていうちょっと明るめの色っていうのは日光の反射率がとてもいいので熱を帯びにくいと、逆に黒とかこういう濃い暗い色っていうのは太陽の熱を吸収する色なので反射率が悪くて熱を帯びやすいということみたいです。なので今僕がシャツのベスト3みたいな感じで紹介したんですけど、それに関わらず暗くて濃いめの色っていうのは、まあ、ちょっと熱が帯びやすくて明るめの色を着ようっていう風に心がけていただけると、まだまだね今の時期暑いので熱中症対策にはすごくいいかなと思います。ただ日焼けに関して紫外線に関しては反射率が高い方が日焼けはしやすいっていうデータはあるので、紫外線を考えると黒とかそういう深緑とかっていう濃い色の方がいいので、ちょっと難しいですけど、まあどちらを優先するかっていう形にはなると思いますので、シャツ以外にも日傘だとか扇風機だとか他のね熱中症対策はしっかりとやっていただいた方がいいと思います。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。この動画がいいと思っていただけたら評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あと各種 SNS ですねやっております。最新情報はそちらに都度掲載させていただきますので、よければフォローしてください。ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。では黒色あんまり良くないっていう割に、なんかマスク以外全部黒いんだけど大丈夫かな。あ、いいよ。いいよ。